観光列車は台湾鉄路管理局が運行する団体旅客列車の総称。現在は関島の星号として運行されている。旅行代理店を通じたパッケージ商品であると同時に、個人旅客でも規定の人数を満たすか、指定車両のみに乗車可能。本校では大鉄がかつて運行していた同様の列車についても併記する。 2001年9月にクルーズトレインの一種として運行を開始。ただし、世界各国のものと異なり信頼列車ではない。2007年には、西部の総裁1号、東部の東方美人号、ランアビ号などの名称で運行されていたが、現在は、関島の星に集約されている。芝電気車あるいは電力汽車による牽引で1500、1600。 1700型巨講合客車が連結されている。大鉄の一般対合列車では可能なじ願い、無座標による立席乗車、UU や位置通りなどの IC 乗車カード利用も不可。また TR パスでの利用もできない。標準塗装時代のパーラーカー PC1500 巨講合用の FPK1500、FPK1600、b c k 1 6 0 0 BCK1700、DC1500 BC、PC1500 DC PC 型で編成されている。FPK は一般型許可合客車で2プラス2列配置。BCK は小無双で座席は1プラス2列配置。BCK1700 はフットレストがない。DC は食堂車で軽食やスイーツを提供している。PC はパーラーカーで カラオケが楽しめる。財政部幹線と東部幹線では電気機関車が県員、平日貸線と南海線ではディーゼル機関車が増結された電源降理車を含めて県引。新座駅と台東駅で電気、ディーゼルでの機関車交換をするほか運行時間が半日に及ぶため、河ン駅でも電気機関車を交換する。定期列車ではあるが、 民間旅行代理店の主催旅行客専用のため、商務者扱いで種別は、虚構号だが運賃は、自供号と同額。多形式でも便宜的に観光列車という故障は、使われてきたが、現在はこの形式を指す。大鉄の旅客列車では最高等級である。2018年3月から、内装の更新工事に着手し、2019年初頭から、順次営業運転に投入。 同年夏までに全車両の更新工事を終える予定。沿道の車内から見た、関島の西関島の聖食道車の内部台湾、鉄道少女ラッピング毎日運行の定期、観光列車で、台北駅を起点に島内を一周する一時と二時がある。全車両が、正無双で、現地旅行代理店の駅遊ぶ網で、乗車券及びパック旅行商品を取り扱っており、 大鉄の窓口では購入できない。2010年4月10日より、駅遊ぶ網が、経営権を再獲得すると、客室乗務員とカラオケ設備のサービスが復活した。同時に6から8号車に普通車を連結し、カレン異北を除き大鉄で、一般販売されるようになった。1、二次列車の商務車は1から2号車のみ、カレン、昇景台北で連結され、カレン駅で、 増解決が行われる。2014年5月16日より6号車に食堂車が連結されたため、普通車の号車が6から8号車から7から9号車に変更された。2018年初夏は旅行代理店との契約更新が滞っていたため、商務車の部分を一時的に大鉄が一般販売していた。7月10日以降は同日に開業した。 林久志新港駅に追加停車。9月以降はそれまで51、52時とされていた7から9号車の自由行列車は1、2時と改版された。2019年7月3日より、ふとしろに変わって、ハローキティのラッピング仕様となった。編成時刻表ギャラリー大鉄が自社企画で定期運行する団体列車。 2ヶ月前より11人以上の団体旅客の予約を受け付け、余剰座席は乗車当日を含めて12日前より一般販売される。2017年5月より運行を開始。蘭の心蘭の心は、カレン県の旅行、宿泊業界が観光喚起のために専用でチャーターした特別列車。テム2000型に網族などの伝承をあしらった。 特別ラッピング編成が当てられ、列車と宿泊のセット商品として旅行代理店経由で販売された。本来は2018年2月に台北カレン間を毎日1往復で運行開始予定だったが、2018年カレン自身の影響で6月末まで延期された。しかし運行開始後も乗車率はかんばしくなく、さらに同年10月の議論戦。 広し有名号脱線事故によるイメージダウンが低迷に拍車をかける結果となり、2019年1月で業者が1年間のチャーター契約を中途解除、大鉄事局による販売、運行を継続するものの、それも2019年3月5日が最後となる。法屋駅での列車交換南海線有林式、列車デビュー時有林式列車は、クルーズ客船のように、 駅周辺での長時間滞在を可能とする目的で2008年8月11日より運行を開始した。主に巨豪、虚構合用会 PK11500、1500型及び FPK11600、1600型が充当される。一般旅客列車同様の予約方式で5800から5899の列車番号が当てられているが、 違いは中国信託銀行の決済システムや駅の自動券売機、中華郵政郵局での発券、受け取りが利用できないことである。中華宝島号は毎年夏に数回運行される SL 県員の客車列車。主に溜り駅台東駅間を運行する。特別なイベントに伴うときは他の区間でも運行される。根底の星観光列車可憐観光列車。 温泉公主後宝島の星どどかしありがとうございます。